マッサージ師の癒し大藤です。僕が読んだ3000冊の本の中から健康に役立つ本をご紹介します。今日は鬼木豊著、免疫力がつくふくらはぎマッサージです。では本書の結論、ふくらはぎを揉むと血行が良くなり、冷えや便秘などが改善し、免疫機能も活性化する。では基本情報をシェア。日々の健康を保つには血流が大切。血流の流れを良くすると免疫力は高まる。全身のコンディションはふくらはぎから整える。免疫システムの8割は腸。血行が悪いと腸の働きは低下。がん予防は血流を良くして体を温める。体が最も機能する温度は 37.2 度。酵素が働きやすい。血液が全身を一周するのは40秒。常温の水か白湯を飲む。体を冷やすもの、例えばアイス、清涼飲料水、白砂糖などは避ける。逆に体を温める食べ物を積極的に摂る。体温が1度下がると免疫力は 30% 下がり、基礎代謝が 12% 下がり、心臓疾患、罹患率は2倍になります。ではふくらはぎを活性化する具体的な方法いきます。5つあります。まず1つ目、足指のグーパー体操で、グーパーグーパーですね、これをやってきます。足指の運動。それから前にやりましたが、タオルの手繰り寄せってやつで、タオルを置いておいて足指でタオルを手繰り寄せる練習です。それから3番目が足首を回す、ね、右回し左回し。それからかかとの上げ下げ、かかとの上げ下げ、はい、それからふくらはぎをさする、揉む、叩くですね。ふくらはぎをさする、揉む、叩く、うん、その5つです。まずもう一回整理しますと、1つ目が足指のグーパー運動、それから足指でタオルの手繰り寄せ、それから足首を回す、それから足首のかかとを下ろす、上げ下げ、それからふくらはぎをさする、揉む、叩く、ね、この5つです。それではポイントを付け加えます。ふくらはぎマッサージのポイントとしましては、ふくらはぎを3パーツに分けます、まず内側、内側、真ん中、外側です。3パーツに分けて、揉んでいきます。それがポイントです。で、順番的には、まあ、内側、真ん中、外側ですね。この順に揉んでいきます。で、血行を良くしてから揉むとさらにほぐれやすくなります。ではまとめます。血流を良くして体温を上げると免疫力は上がります。ふくらはぎを活性化してあげることが大事です。具体的には足の指、足首周り、ふくらはぎをケアしていきます。この3箇所をケアすれば免疫力の高いふくらはぎを手に入れることができます。それではまた、バイバイ。